ここからは私たちのターンだ。うん、行くぞ東海じゃ。おう、派手に行くぜ。ファイナルだ、ファイナルだ、ファイナルだ。星を守るは天使の使命、戦闘戦隊ポセイダー。皆さん、大変長らくお待たせいたしました。さあ、まずはみんなの元気な声でこんにちはのご挨拶から始めましょう。お友達の皆さん、こんにちは。わー、すごい、とっても元気なご挨拶、どうもありがとう。本日は朝日放送主催、戦闘戦隊ゴセイジャーファイナルライブツアー2011へご来場いただきまして誠にありがとうございます。さあ、3月からスタートしたこの子、ありがとうございます。この公演も今日が千秋楽、そして今回が本当に本当の最後の公演となります。皆さん、最後まで元気いっぱいの応援をよろしくお願いいたします。ありがとうございます。はい、ではここで本日の公演の内容についてご案内をさせていただきます。本日の公演は1部と2部に分かれております。まず第1部、ゴセイジャーファイナルライブショー。見習い天使だったあの5人が一人前のゴセイ天使としてこの会場で大活躍をしてくれます。皆さん、元気いっぱいの応援届けてくださいね。応援できるよちゃん友達、はーい。はい、どうもありがとう。よし、じゃあ今からみんなの心を一つにする練習をしましょう。お姉さんのせーのの合図で頑張れって言ってみてね。いくよ、せーの。まだまだ、もっと大きな声で、せーの。最後に一番大きな声で、せーの。 OK です。みんなの声は絶対ゴセイジャーに届くから元気いっぱい大きな声で応援してくださいね。さあ、それではいよいよこのステージにゴセイジャーを呼びましょう。今度はお姉さんのせーのの合図でゴセイジャーって呼んでください。まずは1回練習です。いくよ、せーの。 OK。 じゃあ次がいよいよ本番、一番大きな声でいくよ。まだまだし、せーの。 OK。 第1部ゴセイジャーファイナルライブショー開演です。
界からこんにちは。僕データスです。皆さんお久しぶりです。ところで皆さん、今日が何の日か知ってますか？なんと今日は第五星祭の日なんですよ。五星祭とは、新田さんたちが自分たちの願いを叶えようとお祈りする日です。そして第五星祭は4年に一度、地球に生きる皆さんの願いを五星界に伝えて、それが本当に叶うようにお祈りする日なんです。楽しみですね。あれ、なんでしょう、この感じ、とっても嫌な感じがしますです。会場の皆さん、どうか気をつけてくださいです。お前たちはブラジルともども全員とっくに倒したはずだ。えい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 、嫌な気配がすると思ったら攻めるか。お兄ちゃん、まとめてやっつけるよ。あ、えいえい、ハイド、アグリモネ、私もやる。よし、行くぞ。なんだこいつら。ビビじゃないの、またってる。エリー、新たは一緒じゃないのか。ちょっと待って、新た、新た、今どこにいるの？早く来て。あれ、エリー、どうしたの？もう大変なの、ビビーたちが暴れてるの。え、分かった、すぐ行く。よし、これで全員揃ったな。さっさと結果しまおうぜ。待ちなさい。あっちだ、来い。どう、ちょっとごめんね。おしょっ、よっ、待て。負けてたまるか。舐めないでくれ。おれ、余裕だな。余裕。待ちながら。おう、任せろ。あっ、はっ、あ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 っ、いい加減だよ。やった、みんな、戦闘術だ。ガチャ、デジタルネームカード、ロクロスカード、プレッシャワーカード、スカイックアンディックシークパワー。まだ生き残ってるビービーがいたのはどうしてだ、ね、見たことない変な奴らまでいたよ。第五制裁が始まるっていうのに本当困っちゃうよね。なあ、一番困った奴なのはお前だよ。お前、俺マイペースすぎ。俺たちはもう一人前の五星天使なんだからな。あ、でも新たにはやらなきゃいけないことがあったんだよね。あ、みんなの願い事を集めてたらつい遅れちゃったんだよね。本当ごめん。まあよ、ごめんね。ごめん、本当ごめん。4年に一度のお仕事だからな。そろそろ五星界から他の五星天使がやってくんだろ。ああ、うん、ね、ちょっと待って、誰か来る。
変なことが起こっていますです。マスターヘッド様に言われて急遽状況をお伝えに参りました。先ほどから天の塔が不通になってしまって、地上と御聖界との行き来ができなくなっちゃいましたです。また不通になったってどういうことなデータス。ただいま調査中です。僕は天の塔を通らずに直接飛んできたというわけです。たく無茶しやがって。それと宇宙から何か二つ得体の知れないものがやってきてますです。一つは明らかに残虐なもの、もう一つはよくわからない何か豪快なものです。残虐なものと豪快なもの。あ、さっきのやつらと天の塔のこと何か関係あるのかな。あ、これは皆さん大変です。ウォースター反応です。それだけじゃなくてユーマ獣にマトリンティスまで、一体どうなってるんでしょうか。何お前たち、なんでここに。俺たちが全員倒したはずだろう。貴様らは御聖天使、なぜ私はここにいる。蘇ったのか。理由は何であれ、ラッキーだ、ラッキーだ、ラッキーだ。しかもどうやら私たちは皆御聖天使たちを敵とする者同士のようですわね。とにかくこやつらを全員血祭りに上げた後は、ゆっくり地球と全ての命をしゃぶり尽くしてくれれば。そうだ、人どもを全員我がしもべとしよう。冗談だね。また地球のみんなを苦しめるつもり。そんなの許すわけないでしょ。何度蘇ろうと俺たちが倒す。そうだ、みんな行くぞ。みんな変身だ。ああ、ガチャセンサーだ。センサー、ご聖者。証明一人前の御聖天使だ。諦めなさい、あんたたちができることはもうないわ。私たちがいる限り二度と地球に手は出させないってこと。そうだ、モネもエリも言うようになったな。その通り、俺たちはもう見習いでも修行中でもない。今だ、一気に決めるぞ。俺は宇宙帝国残虐の屍。一旦引かせてもらうぜ。残虐屍、一体何者だ。はい、てめえら待て。どこへ逃げたんだ。でもあいつらは一体どうして蘇ったんだろう。それに最後に変な怪しい奴まで出てきた。だがいずれにしてもこのまま放ってはおけない。そうだよ、
みんなで手分けして探そう。ああ、今度こそ全員まとめて片付けてやる。天使め、実にいまいましい、いまいましい、いまいましい。大体お前は何者だ。なぜ私たちを助ける。教えてやろう。何者。宇宙帝国ザンギャックのバリゾーグ。ザンギャック、聞いたことがある。あのワルズギルが率いる大帝国のことか。そうだ、全てはワルズギル様のザンギャックの力によるもの。ワルズギル様がお前たちをよみがえらせたのだ。それはいいな。何のためだ。我々ザンギャックにとっても地球を守る五星天使は目障りなのだ。お前たちが倒してくれればこれほど助かることはない。話は聞かせてもらったぞ。お前は存在ないぞ。この星と命を傷つける邪悪な者ど、私が相手だ。ここからは私のターン。こんなところで邪魔が入る。うっと、くたばれ、ご精鋭ナイト。いたいた、あれじゃない？何者？あれがナビーが守れって言ってた銀のライオンかな。あれはそもそもライオンなのでしょうか。ザンギャックもいるぞ。ちょうどいいじゃねえか。海賊が邪魔しに来たか。豪快レッド、豪快ブルー、豪快イエロー、豪快グリーン、豪快ピンク、海賊戦隊豪快じゃ。派手に行くぜ。お前こそ待て。おうぞ。なんだか妙なことになったが、大丈夫なんだろうか。天の塔は封鎖し、奴らが蘇った。全ては私の計画通り。最後に来た5人は少し気になる。まあ物の数ではないだろう。ドレイクたちはいたか。いや、さっさと奴らを倒さねえと。内部制裁ができなくなっちゃう。そうだよ、みんなの夢が叶えられなくなる。大丈夫、絶対に第五制裁は成功させる。敵も倒す。それは俺たち五星天使の使命なんだから。ねえみんな、
みんなにはちゃんと夢とか希望とかってあるよね。じゃあ、あるお友達に手挙げて。よし、絶対に叶えるからね。俺たち約束する。今度こそ俺たちがまとめてぶっ倒そうぜ。そうだ、みんな行こう。さあ、復讐の時がやってきたぞ。言われずとも分かっておるわ。決着だ決着だ決着だ。見つけた。全員覚悟しろ。一つ聞く、お前たちは蘇った今でもまだ地球を襲って人々を苦しめようとするのか？何がおかしいんだ？なんと愚かな話だ。地球はもともと俺たちのものだったのだ。そうよ、それを好きにして何が悪いのかしら。わざわざ貴様らに断るまでもない。わかった、ならもう容赦はしない。行くぞみんな。はぁ、うっはっお前も連続せこいつら、めちゃくちゃチームワークいいじゃねえか。囲まれちゃった。みんな散らばるぞ、このままでは不利だ。ワンエリキュー、エリキュー、ハッ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 。これでとどめよ。かわいい私がこの子に切り刻んであげるわ。待ちなさい。もう来る、来る、来る。力なら負けねえぞ。しろ、解けば甘くほど苦しむことになるぞ。バカにするな。戦いの苦しみなど大したことじゃない。うわ、二度と地球を傷つけたり襲わせたりはさせない。ウザキ独裁ミサイル。いいぞロボゴーグ。どうした母性天使、先ほどまでの威勢の良さはどこに行った？俺たちがここで防がなければみんなとの約束が守れなくなる。力を振り絞れ、補正レッド。補正ナイト。何？お前の力はそんなものではないはずだ。私たちは五星天使、地球と命を守る。これでとどめよ。ピンクトリック、イエローショック、アンビリーバブル。私が二度もやられるなど。二度とお前たちの復活はないぜ。ブラックアタック。なんだこの感覚。
悪な魂をここに消し去る。ブルージェック、ヘッ、わしの力が消えていく。これでどうだ。ドブリック、なんだこれは。奪われていく。まさか。やっと気づいたか。蘇った奴らはただの生贄に過ぎない。お前は宇宙帝国ザンギャックのバリゾーグ。バリゾーグ、ただの生贄に過ぎないってどういう意味だ。大いなる目的のためには奴らの死が必要だったという意味だ。大いなる目的、なんだそれは。大いなる目的、それはお前たちゴセイジャーの抹殺。この地球に存在する33の戦隊の力は全て奪った。お前たちさえ消えれば地球を守る者は誰もいなくなる。その役割はこいつに任せた。何？なんだって？なんだと？かつて私は他の五星天使の力を手に入れ最強の存在となった。夏にもお前たちには一度敗れたが、蘇った私はさらなる強力なパワーを得る手段を思いついた。それはモンス・ドレイク、キング・ゴン、メタル・アリス、ロボ・ゴーグの力をぶんどることだ。奴らの怒りと恨みを私の力に変えた。私の中には奴ら4人の力がある。私を超える存在はもはや地球にも宇宙にもいない。はぁ、卑怯なことして手に入れた力なのに。いや、復活の機会を得たのも全て私が救世主にふさわしい存在だからこそ。やはりこれは地球の運命だったのだ。ふざけないで。待て。今度こそ私は地球救世計画を完遂させ、私が支配する新しい地球を創生する。地球救世計画の前に散れ。みんな、今度こそくたばるがいい、五星天使ども。ブラジャー、五星天使たちを始末したらお前の役目は終わりだ。その後我らザンギャックが地球をいただく。
らえ！はあ！これで負けちゃうの。いや、第五制裁の日にそんなことは絶対に諦めねえぞ。最強の転送術を見せてやろう。地球の全ての力を奪い滅ぼす五星アングローバルだ。なんだって。お前たちの使った五星グローバルの正反対の効果を及ぼす転送術。そしてその力は今や私の方がはるかに強い。地球救世計画がついにここに始まるのだ。そんな転送術絶対に使わせるもんか。相変わらず往生際の悪いやつだ。なあ、このままじゃ新田さんたちが全員ブラジラにやられてしまいますです。会場の皆さんお願いしますです。新田さんたちに力を分けてあげてください。僕と一緒に頑張れって言ってあげてくださいです。せーの、頑張れ。みんなの声、みんな本当だ、頑張れって。私たちを励ましてくれる、熱い気持ち、どんどん力が湧いてくる。そうだ、こんなところで終わるわけにはいかない。ここで負けちまったら五星天使の名を利用して、俺たちにはみんなの希望を未来につなげる使命がある。大阪の、そして日本中のみんなと約束したんだ。だから俺たちは絶対に諦めない。とにかくやってみるんだ。諦めたらここで全ては終わる。だからみんな、ご戦車、嵐のスカイクパワー、ご戦列島、息吹のスカイクパワー、ご戦ピンク、岩のランディックパワー、ご戦ブラック、めぐみのランディックパワー、ご戦イエロー、孤島のシークパワー、ゴテブルー、星を清める宿命の騎士、ゴテインナイト、星を守るは天使の使命、戦闘戦隊ゴテイジャー。地球、そこに住む人間たちを守ると私たちは負けるわけにはいかない。なぜだ、貴様らにはもう立ち上がる気力などなかったはず。たとえ力が一度なくなってもな、みんなの応援があれば俺たちには無限の力が湧き上がるんだよ。
自分のことしか考えてないあんたには分かんないだろうけどね。俺たちは地球のために、人々のために立ち上がる。私たちにはみんながついてるもん。何？ブラジラ、お前は誰も自分さえも信用していないんじゃないか。ふん、いきなり何を言う。だから仲間の力を無理やり奪ったんだ。唯一信じられるものが仲間の心じゃなく力だなんて、お前はどうしようもなく卑劣で哀れな奴だ。なんだと？仲間を平然と裏切って奪った力なんか、俺たちは怖くない。この世で一番強いものは仲間の絆と明日を夢見る力、希望なんだ。邪魔するぜ。何？心配するな、彼らは味方だ。よし、みんな最終決戦だ、行くぞ。どうせ最後も派手に行くぜ。何？ファイナルウェイ！こんなもんか。ゴゼライト、お前たち、ブラックアタック、イエローチャック、ブルーチェック、ビッグトリック、アイソンメタリック、ご聖天使ども、地球救世計画の前に散れ。お前の邪悪な企みを俺たちは絶対に許さない。どうせと、奇跡の嵐、スーパーゴセイレット、私の邪魔をするというのか。ブラジラ、俺たち五星戦士は絶対に諦めない。みんな行くぞ。はっ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 今のスーパーレッドダイナミック、存在のナ
ないダイナ、とどめだアテンブル、ポセイバさん、アリッチ、ポセイダイナ、これがお前たちの仲間の絆。これでもグラジラたちがよみがえることはない。うん、よかった、本当によかった。諦めずに頑張っていればどんなことでもなんとかなるなるだね。だがさっきの連中は何だったんだ。そういえばそれって、うん、私たちのこと。お前ら、俺たちはナビーに言われてそのライオンを守りに来ただけだ。ライオン？感謝する海賊戦隊豪快じゃ。ご聖者さん、またどこかでお会いしましょう。じゃあな、バイバイ。じゃあね、ごきげんよう。またね。おいちょっと待てよ。ありがとう。待てって。変な奴らだな。でもさ、なんか嫌な感じはしないよね。ああ、またきっとどこかで会えるような気がする。皆さん、急いで急いで。天の塔が元通りちゃんとつながるようになりましたです。大御聖祭の時間です。そうだ、忘れてた。みんなの願いを御聖官に伝えないと。どうしよう。ではみんなの願いを聞こう。いいね、さすがライオンさんだな。よし、それじゃあみんなの中で俺みたいに強くなりたいやつはいるか。お兄ちゃんみたいに強くなりたいぞ。はい、よし。じゃあ学校の先生とか看護師さんとかちっちゃい子のお世話をしたいって子いるかなって手あげて。はい、オッケー。もっともっと勉強したい子もいるだろう。勉強は苦手だけど好きになりたいって子も手あげて。はい、本当だ。おっちゃん、じゃあモネはいろんなところに行っていろんなものを見てみたい、もうとにかく何でもやってみたい子を手を挙げて。はーい、わかった。みんなの願いちゃんとご正解に届けるからね。だけど俺たちと一つ約束して。みんな夢は絶対に諦めないこと。わかった。お友達手を挙げて。はーい、よし。みんなのこと俺たちはずっと見守ってる。俺たちもこれから自分たちの夢に向かって頑張るから、今日は応援してくれて本当にありがとう。ありがとう。ありがとう。さあ、第5聖祭の始まりですよ。まずは会場のみんなの夢が叶うようにみんなで楽しく歌うです。賛成。天使
ここからは私たちのターン。うん、行くぞゴーカイジャー。おう、派手に行くぜ。ファイナルだ、ファイナルだ、ファイナルだ。星を守るは天使の使命、戦闘戦隊ポセイダー。皆さん、大変長らくお待たせいたしました。さあ、まずはみんなの元気な声でこんにちはのご挨拶から始めましょう。お友達の皆さん、こんにちは。わー、すごい、とっても元気なご挨拶、どうもありがとう。本日は朝日放送主催、戦闘戦隊ゴセイジャーファイナルライブツアー2011へご来場いただきまして、誠にありがとうございます。さあ、3月からスタートしたこの、ありがとうございます、この公演も今日が千秋楽、そして今回が本当に本当の最後の公演となります。皆さん、最後まで元気いっぱいの応援をよろしくお願いいたします。ありがとうございます。はい、ではここで本日の公演の内容についてご案内をさせていただきます。本日の公演は1部と2部に分かれております。まず第1部、ゴセイジャーファイナルライブショー。見習い天使だったあの5人が一人前の五星天使としてこの会場で大活躍をしてくれます。皆さん、元気いっぱいの応援届けてくださいね。応援できるよってお友達、はーい、はーい、どうもありがとう。よっしゃ、今からみんなの心を一つにする練習をしましょう。お姉さんのせーのの合図で言ってみてね。いくよ、せーの。まだまだ、もっと大きな声で、せーの。最後に一番大きな声で、せーの。オッケーです。みんなの声は絶対ゴセイジャーに届くから、元気いっぱい大きな声で応援してくださいね。さあ、それではいよいよこのステージにゴセイジャーを呼びましょう。今度はお姉さんのせーのの合図でゴセイジャーって呼んでください。まずは1回練習です。いくよ、せーの。 OK、 じゃあ次がいよいよ本番、まだまだし、せーの。 OK、 第1部ゴセイジャーファイナルライブショー開演です。Yeah!
データスです。皆さん、お久しぶりです。ところで皆さん、今日が何の日か知ってますか？なんと今日は第五星祭の日なんですよ。五星祭とは、新田さんたちが自分たちの願いを叶えようとお祈りする日です。そして第五星祭は4年に一度、地球に生きる皆さんの願いを五星界に伝えて、それが本当に叶うようにお祈りする日なんです。楽しみですね。あれあれあれ、うん、なんでしょう、この感じ、とっても嫌な感じがしますです。会場の皆さん、どうか気をつけてくださいです。お前たちはブラジルともども全員とっくに倒したはずだ。えい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 、嫌な気配がすると思ったら攻めるか。お兄さん、まとめてやっつけるよ。あ、えいえい、ハイド、アグリモネ、私もやる。よし、行くぞ。うわえい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 、なんだこいつら。リビじゃないの、待たってる。エリー、新たは一緒じゃないのか。ちょっと待って、新た、新た、今どこにいるの？早く来て。あれ、エリー、どうしたの？もう大変なの、リビーたちが暴れてるの。え、わかった、すぐ行く。遅れてごめん。もう相変わらず納期なんだから。よし、これで全員揃ったな。さっさと結果しまうぜ。待ちなさい。あっちだ、来い。ストップ。ちょっとごめんね。おいしょ。よし、待て。負けてたまるか。舐めないでね。おれ、余裕だな。余裕。待ちやがれ。甘い。もしもし、こっちだよ。はいだ。おう、任せろ。あっ、はっ、あっ、あっ、いい加減だよ。みんな、戦闘術だ。ああ、ガチャ。デイトレードカード、ジャンクラッシュカード、ブレッジャワーカード、デイト。エクスパンド、スカイック、アンディック、シークパワー。まだ生き残ってるビービーがいたのは。どうしてだ、ね、見たことない変な奴らまでいたよ。第五制裁が始まるっていうのに、ほんと困っちゃうよね。あのなあ、一番困った奴なのはお前だよ。お前、俺マイペースすぎ。俺たちはもう一人前の五星天使なんだからな。あ、でも新たにはやらなきゃいけないことがあったんだよね。あ、みんなの願い事を集めてたらつい遅れちゃったんだよね。ほんとごめん。まあよ、ごめんね、ごめん、ほんとごめん。4年に一度のお仕事だからな。そろそろ五星界から他の五星天使がやってくんだろ。ああ、うん、え、ね、ちょっと待って、誰か来る。え、すんです。
久しぶりなんですが、大変なことが起こっていますです。マスターヘッド様に言われて急遽状況をお伝えに参りました。先ほどから天の塔が不通になってしまって、地上と御聖界との行き来ができなくなっちゃいましたです。また不通になったってどういうことなデータス。ただいま調査中です。僕は天の塔を通らずに直接飛んできたというわけです。たく無茶しやがって。それと宇宙から何か二つ得体の知れないものがやってきてますです。一つは明らかに残虐なもの、もう一つはよくわからない何か豪快なものです。残虐なものと豪快なもの。さっきのやつらと天の塔のこと何か関係あるのかな。あ、これは皆さん大変です。ウォースター反応です。それだけじゃなくてユーマ獣にマトリンティスまで、一体どうなってるんでしょうか。何お前たち、なんでここに。俺たちが全員倒したはずだろう。貴様らは御聖天使。なぜ私はここにいる。蘇ったのか。理由は何であれ、ラッキーだ、ラッキーだ、ラッキーだ。しかも、どうやら私たちは皆御聖天使たちを敵とする者同士のようですわね。とにかくこやつらを全員血祭りに上げた後、ゆっくり地球と全ての命をしゃぶり尽くしてくれれば。そうだ、人どもを全員我がしもべとしよう。冗談だね。また地球のみんなを苦しめるつもり。そんなの許すわけないでしょ。何度蘇ろうと俺たちが倒す。そうだ、みんな行くぞ。さあ、みんな変身だ。あ、ガチャセンターだ。センター個性じゃ。証明一人前の御聖天使だ。諦めなさい。あんたたちができることはもうないわ。私たちがいる限り二度と地球に手は出させないってこと。そうだ、モネもエリも言うようになったな。その通り、俺たちはもう見習いでも修行中でもない。今だ、一気に決めるぞ。お前は俺は宇宙帝国残虐の屍。一旦引かせてもらうぜ。残虐屍、一体何者だ。はい、てめえら待て。どこへ逃げたんだ。でもあいつらは一体どうして蘇ったんだろう。それに最後に変な怪しい奴まで出てきた。だが
いずれにしてもこのまま放ってはおけない。そうだよ、みんなで手分けして探そう。ああ、今度こそ全員まとめて片付けてやる。大体お前は何者だ。なぜ私たちを助ける。教えてやろう。何者。宇宙帝国ザンギャックのバリゾーグ。ザンギャック、聞いたことがある。あのワルズギルが率いる大帝国のことか。そうだ、全てはワルズギル様のザンギャックの力によるもの。ワルズギル様がお前たちをよみがえらせたのだ。それはいいな。何のためだ。我々残虐にとっても地球を守る五星天使は目障りなのだ。お前たちが倒してくれればこれほど助かることはない。話を聞かせてもらったぞ。この星と命を傷つける邪悪な者ど、私が相手だ。ここからは私のターン。こんなところで邪魔が入る。くたばれ、ご精鋭ナイト。いたいた、あれじゃない？何者？あれがナビーが守れって言ってた銀のライオンかな。あれはそもそもライオンなのでしょうか。ザンギャックもいるぞ。ちょうどいいじゃねえか。海賊が邪魔しに来たか。豪快レッド、豪快ブルー、豪快イエロー、豪快グリーン、豪快ピンク、海賊戦隊豪快じゃ。派手に行くぜ。お前こそ待て。おうぞ。なんだか妙なことになったが、大丈夫なんだろうか。天の塔は封鎖し、奴らが蘇った。全ては私の計画通り。最後に来た5人は少し気になる。まあ物の数ではないだろう。ドレイクたちはいたか。いや、さっさと奴らを倒さねえと。内部制裁ができなくなっちゃう。そうだよ、みんなの夢が叶えられなくなる。大丈夫、絶対に第五制裁は成功させる。敵も倒す。それは
俺たち五星天使の使命なんだから。あ、ねえみんな、みんなにはちゃんと夢とか希望とかってあるよね。じゃあ、あるお友達に手あげて。よし、絶対に叶えるからね。俺たち約束する。皆さん、モンスター、ユーマジン。